五番。六番誰がいる？オッケー、じゃあいいよ。縄文時代の狩りしてる人みたいな。じゃあアンディアウト。はい。一番が上がったらすぐ二番に走るからな。はい。走り準備します。走り準備だね。はい。よっしゃ。Thank you.
った？いや、これお前ら怖くて逃げたもん。即逃げたもん、お前ら。即逃げたのにこけ取った。はい、お疲れ。ありがとう、お疲れ。お疲れ様、ありがとう。めっちゃ降って怖いかった。めっちゃ降ってきた。やるっす。だいぶチケット取ったな、ロケットな。全然つかない。ああ、全然つかない。じゃない、じゃない。あっちは走行機つけて、走行機。走行機をつけてください。お風呂、お風呂、お風呂。お風呂、行く。私のこのロケット花火のように誰かにケツを叩いてもらって使います。花火消えてもた。ケツ叩いてもらっても一瞬の命っすよ。アンリとヨシが逃げるのを確認しました。バッチリ映ってます、カメラ。うわーって海岸のとこまで逃げたよな。なんでアークが一番そんなうまそうな顔してるの。マジでうまい。マジでアークの顔がなんかアークがマジでビールかき込んだ瞬間から一気に老けた。めっちゃ綺麗だった。なんか全然ちょかった。下からの感じと。あーほんまに。そもそもアンディめっちゃ離れてんちょっとおらんかった。だって俺がつけてパッて見たときにアンリもう岸の方行ってたから。じゃあつけた瞬間アンリさんこけとったんですか。こけとった、うん、なんか全然今までなんか見てる花火もいいけど上げてる花火っても楽しい、うん、めっちゃ自分が上げてる花火楽しかったね。それ楽しいっすね。ということでじゃあここでちょっと休憩して今からお風呂入ってもう一回飲みに行こうって言ってアーコそんな元気はないです。アーコん俺らの本番は今からアンリの介護。そんな元気はないです。ということで今からいっぱい飲んでいきます。どうも動画楽しかったやろ。あげたの聞くやん。あ、余裕ですけど。チャンネル登録